おはようございます。どうもギョてです。うわっ手がシワシワだやばい手がシワシワおばあちゃんを見たいえやばいんだけど待って最悪手がしやばい指紋認証されるわあぶね今こうやって何でもかんでもやっちゃいけんのんよね危ないからね。 なんかさ私本当においやすごいさめっちゃねあの困ってる人は困ってるんだけどさすごい手汗がすごい人とかいるじゃん私マジで手汗かかないからさ年中さ年中サラサラなんだけどさなんか逆に一周回ってさあれだよねサラサラすぎんのもやばいよね手汗かかないって <laughs> そううん <laughs> でもハンドクリームめっちゃ塗ってる寝る前は絶対ハンドクリーム塗ってるしでもハンドクリーム普段はあんま塗んないこういう時とかあんま塗んないですなんでかって言ったら私手がベトベトしてたりするの嫌いなのなんか手がベトベトしてると手洗いたくなっちゃうんだよねそうなんかそれがすごい嫌で なんかもうハンドクリーム塗らないのハンドクリーム塗るのはまずあとはでも結構あのネイルオイルとかはよく塗るなんかもうこの時期さこの爪の横がさ乾燥しちゃってさなんか分かるこの爪の横のさ 爪のさ横のささ横とこが乾燥しだしてさなるじゃんだからネイルオイルはね毎日塗ってますねじゃないとほんとねささ,ささむけなんだっけささむけかできるんだよね私そう手がねって感じなっちゃうから。 ネイルオイル。でもネイルオイルもうなくなってきちゃうからマジ。使わなきゃ。ちょっと前髪また切ったんだよね。なんかもうちょっと切ろっかな。<laughs> どんどん前髪短くなってくやばい。どんどん切ろっかな、切ろっかなとか言っちゃってるんだけど、やばすぎ。やばすぎ。 今日は AKB の18歳のお誕生日なんですけど去年はね参加できなくて今年参加できてめっちゃ嬉しいですちょっと長いんだよなちょうど目のこのラインのところなんですでもでもな髪の毛上げるとどうなんだろうっていう話なのよ引っ張ればねだけど今日だけど今日別にな引っ張るつもりないからななんかちょっと すいませんなんかな顔してたでちょっともうちょい切ってもいいなもうちょい切って本当に巻かずに下ろすかいやでもなんかな今パッツンがよくてパッツンにしてるんだけどワンチャンこう分けたとい,いやもうちょい切ってあれだなもうちょい切って巻かずにいけるようにしようかな,なんか切りすぎてもないやどうなんだろう おだも悩んでた <laughs> みんな悩むよねどうしようかなでももう木も切ってもいいかもなあとほんのちょっとだけちょっと今長いからこれぐらいにしたらいいかなっていうかそれより私はほんと昨日からずっと言ってんだけどマジで髪の毛をさ本当にどうしようかなんか姫カットみたいなんにするのかめっちゃ迷う私が姫カットにしたらみんな どう思ういや、でもなんか似合わなさそう。似合わなさそう。似合わなさそう。あちょっとなんか長い気がね、あるんだけど。ちょっと今日さ、手持ちなんだよね、ショールーム。なんか昨日、ドライヤーしてで、プラグ抜いて、充電器のね、プラグ抜いて、 差し忘れて寝ちゃっててさあ充電が今さ見たら7%しかなくて無理だと思ってやめちゃったなんかそれかこの顔の横回りの毛をさちょっと工事したいなって思ってて今こういうこういうさちょめ,めっちゃ伸びたなこれうち超伸びちゃったすごい伸びたななんかこの辺から撮ってねなんか なんかよくわかんねえな,いな <laughs> かかわかんないけどこういう横毛にしようか迷ってんのこういう横毛にしようかそれかはたまた今まで通りでもいいか今まで通りのあんま似合わないんだよなてか姫カットでも姫カットにするとな姫カットってなっちゃうからここレイヤー どうする私がこういう感じでもっとこうだんだんにレイヤーここバーって入れてさ。でもレイヤー入れたらさ、これはこれでだってね、これですってやればさ、シュッシュッっていうカモアリでできるから、まあワンチャンね。全然変ではないと思うんですけど。でもレイヤー入れたらちょっとかっこよくなっちゃうかな、ゆりな。ね。あとこの辺もさ、レイヤー入れると何が起こるかって三つ編みとかできないんだよね。三つ編みとかするとさ、こう、レイヤー入れてるからさ、毛がフェ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  いいっぱい出てくんの短い毛がそうでさ姫カットであ,あげるってなると多分だいぶねこういう感じになっちゃうからいやーなんかあげるんだったら姫カットじゃない方が私は好きなんですよねで髪の毛を下ろしてるんだったら割と姫カットでもかわいいなとかって思うの。こう髪ののの毛を完全にこう下ろしてるスタイルの時の姫カットは 可愛いなって思うんだけどあげてるってなった時は私姫カットじゃない方が好きでいやそんな無理なそれは無理なんだけどどっちかにしかできないんだけど好きでなんかさ何が似合うかななんか本当に迷っちゃうんだけどねちょっと助けてなんかさ でもさなんかいろいろやるんなら今なのよね今の若さじゃないとなんかもうちょっと年いってからだとさやっぱりさ逆にもうアンパイを選ぶじゃんじゃんだからさそう思うとさやっぱ若いうちにいろいろやってさ逆にヒメカットなんて多分もう今やっとかないともう無理なのよ結構25だから結構ね何て言うんだろうななんか今やっとかないとヒメカットって若いから。 そうちょっとねきついレイヤーだったらまだいけるかもしんないけどいや迷う、まあ、んかちょっともうイメチェンしたいかもしれんずっとこの髪型なんですよ私多分知っての通りマジ24年生きてきてずっとこんなねこういうパツンパツンってしたそのマジでの本当に同じようなずっと同じような何て言うんですかね髪型なんですよ なんかねちょっとさみんなはさそれこそ髪ハイトーンにしてみたりとかさ短く切ったりとか長くしたりとかして冒険してんじゃんなんか冒険しないのもったいないなとかってでもなんかし切って失敗しても嫌だなっていう感じで色は変えたくないんですよ色はもうこのままで良くてなんかカットの仕方を変えたいなと思っててで前髪もちょっと増やしたいし前髪薄いのよ今なんか少ない前髪。 どどっっか行ったんだけど前髪前髪はもうちょっと増やしたくて若干もうちょっと厚くしたくてあと本当にあと本当にちょっとだけどね多分みんなからしてみたら分かんない差ぐらいの差だけどそうなん,なんかどうしよう でもなんか一回ウルフにしたいなと思って「ウルフどうでしょう?」ってメイクさんに言ったら「いや行天はウルフじゃないと思う」って言われたからレイヤーもワンチャンレイヤーもワンチャン多分ウルフと変わんないからこの辺とか入れるんだったら,からほぼウルフみたいなもんだしさーってなってるだけで顔周りがってなったらなんかワンチャン違うんじゃない方がいいって言われそうハ <laughs> ァ いやー迷うなーでも切ったらなドボンライブは多分そういう感じの髪型になっちゃうのよだって2月でしょ絶対そんな伸びないからうんで3月のピアリもそんな感じになっちゃうしいやでも今のうちにやっとくのもマジでありなんよないや迷うわ本当にどうしようなんか冒険しない自分もなんかちょっと嫌だなと思ってきたんですよ最近 なんか髪型ずっとなんかしたいなしたいなとかあるけど結局チキってやらないの毎回毎回やんないのだからなんかそういうの思ったらはやっぱり若いうちにやっぱやっとかないと大人になってからはできないからやっぱもう若いっていう期限があともうちょっとしかないからやっぱ今のうちにやっとくのがこれは正解かもしれんって。 思ってるなんかインスタとかでめっちゃ髪の毛のカットのやつとか見すぎておすすめが髪の毛のカットばっかになってんだけど今 <laughs> ねえいやマジどうしよう何が似合うかななんか本当にわかんないな とりあえずアイドルでいるうち前髪は伸ばさない感じだからいやなんか一番最近だと前髪伸ばそっかなとかって思ったのワンちゃんなんかお前髪イメチェ前髪伸ばすのもありだなみたいな結構メイクさんとかメンバーはマジで前髪ない方がいいって言われすぎててだけどその2ヶ月前かなでもほんとつい最近 でも、オトタクシーやんりってるぐらいだから、ほんと最近の時に、前髪ありとなしどっちがいいですかだったら、ある方がいいってなんか言われちゃったから、えぇ、ー、ってなっちゃって、なんか、そう、えぇ、ー、ってなっちゃって、えぇ、ー、ざぞーみたいな。で、私、前髪短いんだったらパッツンがいいんですよ。ってなると前髪が短くなっちゃうから、ってなるとツーベーがあんまできなくて、短いから、 あげるんだったらなんかほんとあげるっていうあげ方しかできないからなぁと思ってなんかそう思ったらでも,もほんと前髪なくすと私めっちゃ大人っぽくなっちゃうんですよねでそのやっぱ大人っぽーい大人っぽいなんかできもんできてるえなんかちょっとさ赤の形おかしくねなんかこっちにんかできてるよねうちえなんかできてるなんか腫れてんだけどこっち えこっちのあに比べてこっちのあが腫れてるえなんかちょっと腫れてますねこのあごええなんか腫れてるえ最悪ほらこっち若干見てここ腫れてるえなんかボコってなってるなんかできてる 4えっほんとだえー、やなんだけどああ ケツアゴみたいになっとるやんけ <laughs> ねえ最悪 <laughs> ねえケツアゴ辛いう <laughs> ほんとお目がたうわもうマジどうしよう髪型なんかもういや正直似合ってれば何でもいいのよぶっちゃけ切って似合わないが一番怖いでも切ってみないと分からんしな結局っていうところもさあるのよね そ,うなんかそれでさ「似合ってない」とか言われたらさショックじゃんうちめっちゃ気にしちゃうから多分さ「えなんか前の方が良かったよ」とかさ「なんかあんま似合ってないね」って言われると私もめっちゃええこむからさだから冒険できないんだよねなんか分かるなんか「かんか前の方が良かった」とかさなんか「うーん」みたいな感じのことを言われるとさやっぱさなんかこう表に出る仕事してるじゃんだからさそうなった時さ言われちゃうと私もう出れないんだけど。 <laughs> とか思ったらなあとか思っちゃうんだよなー本当にどうにようなんか何が似合うんだろうそういうアプリねなんかなんだろうねうちのねこ顔の形状があんま好きじゃないからうちの顔がこうこういうタイプの顔してたら ちゃんかっけいのね。ちゃんかっけいの顔してたらいいなぁとか思うんだけど、ね。ちょっとなんかなんか難しいなぁ。<laughs> うん。いや、でも、ウルフはなぁ、メイクさんに違うって言われまくったから、た分ウルフはしないんだけどさとかってなるとなぁ。むずい <laughs> むずいよ いやれれこうやってねシュ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 って入れる感じなんだけどでもあんまり顔隠しすぎない方がいいんだよなんか顔隠しすぎると逆に顔でかく見えちゃうくてそうだから顔はねあんま隠さない方がいいらしいですと思ったら なんか、レイヤー入れるとそう顔隠すとマジ顔でかくが見えるからなあん、こもいっちゃよしじゃあ15分経ったからショールームを終了にしようと前髪ちょっと切るわ私 切ったけどもう木もいけそうなんでもうちょっと切りますランキングを読みます携帯の充電がやばい13位ナッティーさん12位ディッチーさん11位食べ過ぎ飲み過ぎさん10位シュガーさんリリーク待機中おお今日来るって言ってましたもんね9位近石さん8位マサトさん7位アキヒコさん6位しんさん5位ヤングさん、A、4位司令長さんこれから仕事ですだっておお 三位、寒ささん、周年公演、頑張って、だってありがとうございます。二位、ひさん、周年公演、楽しんでね、おねむのおねすんで、ありがとう。そして、今日の大ちゃん、にきさんです。名古屋に遊びに来ても、周年楽しんで、名古屋、いいなぁ。めっちゃいいじゃん。名古屋、美味しいもん、いっぱいあるから、大好き。というわけで、きょうは18、18周年公演ということで、皆さん、ぜひ、遊びに来てください。 遊びに来てくださいじゃなくて見てくださいというわけで今日はまあでもね今日はねあの普通に待機時間が長いから頑張りますじゃあそんなわけで朝からありがとうございましたじゃあ皆さんバイバーイ